こんにちは、永原千奈です。本日は私の大好きなゲーム、こちらのラブライブスクールフェスティバルのボックス紹介をしたいと思います。スクフェスが本当にラブライブからハマってスクフェスのゲームもやり始めたんですけど、これが意外に難しくて、なんか音ゲーって皆さん結構ゲームセンターでやると思うんですけど、このミューズの音ゲーって結構そういう本格的なやつで、なんか今結構レベルも上がってて、なんか iPhone じゃ絶対できないだろうこれぐらいのレベルのものもあるんですね。ゲームもゲーセンに実際にラブライブのものが置いてあるぐらいなんで結構難しくて、で私はもう6年前からやってるんですけど、もうガチャ推しメンのたびにガチャは課金して課金して課金して、まあそのデータが消えてしまったのが悲しくて一回やめちゃったんですけど、それでもまた推しメンを引きたいと思って始めました。で実は前まで使ってたアカウントではだいぶ課金したんですけど、今回はまだ課金してない状態の、まあ、ちょっとしてるけどそんなに前ほど課金してない状態のものなんですけど、まあ、レアキャラもそんなに多くないけど、ちょっとずつ皆さんに紹介していきたいなと思います。はい、それではこちらのガチャ見せていきたいと思います。でですね、こちら部員なんですけど、どうしよう、じゃあ部員リストから紹介していきたいと思います。これレア度順とかの方が多分分かりやすいと思うので、はい、レア度順に紹介していきたいと思いますですね。私の一番の推しメンは、まあずっと言ってるんですけど、南小鳥ちゃんで、この間南小鳥ちゃんのキャラをやっとゲットしまして、こちらの UR の小鳥ちゃんをゲットしました。めっちゃ可愛いんですよ。これ南国の衣装着てる小鳥ちゃんなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。まあ、キャラの強さとしては、まあ、そんなに強くはないんですけど、もう小鳥ちゃんが可愛すぎるので私のパートナーに設定してます。で、まあ、これスコアアップの特技持ってるんですけど、スコアアップって実際あんま使わないんですよね。やっぱり判定強化が一番嬉しいですよね。だからまあ、うん、使い勝手はそんな良くないけどキャラが可愛い。で一番私が使い勝手がいいのがこの UR のリンちゃんなんですけど、これリンちゃんが分かります、判定強化で、まあ、レベル3に上げてるんですけど 5.5 秒強化されるんですよ。 5.5 秒間だからバットのものでもグッドに、バットのものでも、そうか、そう、評価が良くなってくれるっていう判定評価のものがあります。あとは、そうですね、私は、あと、可愛いのが、これ、ニコちゃんの、めっちゃ可愛い、ティーパーティーの、めっちゃ可愛いですよね。この華やかなニコちゃんの。で、これ、ニコちゃんをパートナーに設定した時のセリフもめちゃめちゃ可愛くて、もう、ニコちゃんってアイドルの中のアイドルじゃないですか。そのセリフを毎回毎回喋ってくれるので、とってもベストパートナーです。ずっとこれ、小鳥ちゃんの UR 行くまではパートナーにしてたキャラです。あとですね、おすすめのキャラは、SSR の覚醒になるんですけど、この珍しく、海ちゃんです。めっちゃ可愛くないですか、この海ちゃん。不思議の国の海ちゃんで、しかもこれも判定評価で、これレベル2でまだ4秒なんですけど、まあ、4秒でも結構強いんですよね。めっちゃ可愛いです。私海ちゃんそんな推してないんですけど、この海ちゃんはすごい推してます。あとおすすめキャラは、この小鳥かな、初期の多分 SSR が一番最初に出た時の小鳥ちゃんで、これ最初出たのがほのかちゃん、小鳥ちゃん、海ちゃんの3人の SSR が出たんですけど、 SSR で途中追加のレア度なんですね。その時の3人のうちの1人の超レアの小鳥ちゃんです。 SSR のスタートの小鳥ちゃんを、しかも覚醒でゲットできたっていう、嬉しいですよね。そう、覚醒できるのがいいですよね。そうですね、あとは、UR かな。やっぱ UR ってでかいですよね。 UR ってだけテンション上がりますもんね。あ、対象の番のほのかちゃんも可愛いですよね。このパンク開いてるのがほのかちゃんっぽいですよね。駄菓子屋の娘なのにね、和菓子嫌いっていうね、ほのかちゃんなんで、やっぱパン、ご飯じゃなくてパンっていうね、ほのかちゃんらしさも出てて可愛いと思います。
基本的にキャラの可愛さがねやっぱ推しポイントになっちゃいますよね、ラブライブって。まあ、でも特技でいいのはやっぱ判定評価、あと体力回復も嬉しいっちゃ嬉しいですね。あとはですね、とりあえずね UR が薄いんですよね、まだ。でも可愛いから SR も紹介しようかな。覚醒 SR の雪国の小鳥ちゃん、めっちゃ可愛くないですか。雪国小鳥もこれも判定評価なんですけど、めっちゃ可愛いですよね。小鳥ちゃんが三つ編みしてるんですよ。反則じゃないですかこれ。そう、あとはですね、かよちんの、あったかよちん、私1年生の中で推してる子かよちんなんですよ。めっちゃ可愛くないですか。中国のチャイナ服かよちん、かわいい。そう、あとかよちんのね、かわいいのがあった、水着です。かよちんの、かよちんの水着ってエロ顔じゃないですか。なんかかよちんってご飯大好きキャラじゃないですか。だからいい感じにムチッとしてるんですね。そうですね、もうとりあえず覚醒をさせたいので、部員リストには覚醒したキャラしか置いてないんですけど、あと控え室にいっぱいキャラを置いてて、控え室のキャラは覚醒しないキャラしかないんですけど、まあ、覚醒してないキャラってラブライブでぶっちゃけあんま使えないんですよね。でもなんか私レベル上げも覚醒してる子たちからやってて、だからこっちの控え室のキャラのことはみんなレベル1のまんま置いてますね。練習で怪我したりしたら教えてください。あとおすすめのキャラはここら辺はその海ちゃんの誕生日の時のもらえるやつですね。でバースデーの時の子たちってみんな可愛いんですよね。あとこれはようちゃんの誕生日の時の UR になってます。本日は私の大好きなラブライブスクールアイドルフェスティバルのボックスを紹介していきました。いかがでしたでしょうか。私もスクフェスやってるよっていう方いたらぜひ推しメン教えてください。この動画が参考になるな、いいなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。以上、長原千奈でした。また来週ー。